皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆけです。さついにアマゾンプライム感謝祭が始まりましたね。今回もですね、僕がいろいろ物色してみて、あこれいいなとか、自分自身が買っちゃおうかなって思った製品をパパッと紹介していこうと思います。こちら紹介する商品によってはキーパの方で過去1年分の価格も見ながら本当にお買い得なのか分かりやすくやっていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。おすすめ商品を紹介する前にですね、今回も Amazon 大型セールということで、前田の通りこのセールと並行してポイントアップキャンペーンが行われています。こちらイベント期間中1万円以上のお買い上げをした方を対象に最大 12% ポイントがアップするということでですね、プライム会員ならプラス 2%、 Amazon マスターカードで購入するとプラス 3%、 そして大型家電を購入するとプラス 7% のポイント還元が受けられるみたいなので、特に新しく大型家電を買い替えようと考えている方にはまたとないチャンスなんじゃないでしょうか。こちら自動でエントリーされることはないので、こちらの概要欄に貼ってあるリンクから必ずエントリーするようにしてください。またまだプライム会員になってないよって方もですね、概要欄のこちらから30日間の無料体験ができますので、ぜひこの機会にプライム会員になってみてください。こちらから登録して2000円分購入することで無条件に Amazon ポイント1000ポイントがもらえますし、このプライム会員に関してはお急ぎ便が無料になったり、 Amazon プライムビデオでアニメや映画が見放題になったりします。他にも Amazon フォトといってスマートフォンの中にある写真を容量無制限で保存することができたり、こういった大型セールの際にはプライム会員限定の先行セールにも招待されたりします。これだけのサービスがあって月額600円、学割の方は300円で使えるので、個人的にはどのサブスクよりもかなりお得だと思っています。さて各種お得情報を発信したところで、早速 Amazon プライム感謝祭で狙うべきおすすめ商品をパパッと見ていきましょう。ということで、まずはじめがこちらですね。Amazon のスマートスピーカーエコポップです。まあオーソドックスなんですけど、Amazon の大型セールでは、やっぱりここら辺の Amazon 製品から見ちゃいますよね。こちらのエコポップは、エコシリーズの中でもエントリーモデル帯で一番手が届きやすいんですけど、スマートスピーカーの性能としては申し分ないですし、この価格帯のスピーカーとしては音質も結構いいので、Bluetooth スピーカーとしても重宝するんですよね。こちらですね、通常価格が5980円、こちらが 50% オフの2980円まで値下がりしていて、以前やっていたプライムセールほどではないんですけど、半値まで値下がっているので、まあ、気になっていた方はこのタイミングで購入するしかないですね。続いてはこちら、 Amazon の Fire TV Stick 4K です。こちらもおなじみの Amazon デバイスなんですけど、こちらをテレビに挿すだけで Amazon プライムビデオ、Netflix、Unext などのネット動画配信サービスをテレビの大画面で視聴できちゃうんですよね。これ Fire TV Stick の中でも最新モデルで、 4K 対応なのはもちろん、 Dolby Vision や HDR10 Plus といった HDR 規格にも対応している、かつ Dolby Atmos といった立体音響規格にまで対応しているので、より本格的な映像体験が楽しめるモデルになっています。OS が内蔵されていないテレビやプロジェクターでネット動画配信サービスを見たいって方にめちゃくちゃおすすめしたいですね。こちらですね、通常価格が7480円が 33% オフの4980円まで値下がりしているので、これを機に一家に一つは買っておいた方がいいと思います。続いてはこちら、 Amazon のタブレット Fire HD 8 です。これ紹介すると iPad 買えばええやんって人絶対出てくるんですけど、みんながみんな高いお金払ってタブレット買えるわけじゃないんで、少しでも安くタブレット使いたいよって方におすすめしたいです。確かにネットサーフィンとかゲームをするには少し物足りないスペックではあるんですけど、アマプラや Netflix なんかのネット動画は普通に見ることができますし、何より持ち運びに便利なサイズ感なので、通勤通学時に電子書籍なんかを読むのにも向いているんですよね。こちら通常 13,980 円が 36% オフの 8,980 円まで値下がりしているので、手軽にタブレットを使いたいという方はぜひ購入検討してみてください。続いてはこちら、アンカーのパワーコアフュージョン1万です。こちらアンカープライムパワーバンクと同じようにモバイルバッテリーと充電器が一体型になった製品なんですけど、最大出力が 20W とやや控えめになっている分、多少安価に購入できるんですよね。とは言っても、充電速度のことを気にしないのであれば、バッテリー容量も1万 mAh あるので、コスパはいいかもしれませんね。こちらですね、通常価格が5990円がですね、17% オフの4990円まで値下がりされています。はい、続いてはこちら、
CIO のスマートコビープロケーブルです。こちら大容量の1万 mAh のモバイルバッテリーになっているんですけど、これコンセント一体型ではなくてケーブルが内蔵されているタイプですね。このケーブルを使って iPhone やパソコンを充電できるのはもちろん、このモバイルバッテリーにも給電することができるので、ケーブルを持ち出すことがなくなるのは楽ですよね。こちら通常価格は6578円、 29% オフの4680円まで値下がりされています。過去1年で見てみても最安値ですね。続いてはこちら CIO の NOVAPORT TORIO 2です。こちら僕も愛用していて超気に入っている製品の最新モデルになるんですけど、 USB が三つ口搭載されているタイプですね。最大出力は 67W で MacBook も急速充電してくれますし、 Nova Intelligence というどのポートにも接続しようとも最適な出力値に合わせてくれる機能が搭載されているのも便利ですよね。こちらは割と最近発売されたばかりの急速充電器なんですけど、最大出力 67W の USB Type-C が3ポート搭載された充電器の中では世界最小みたいなので、カバン一つに常備しておけばいざという時に安心かもしれませんね。こちら通常価格が6688円がですね、今回 40% オフの3980円まで値下がっていますね。こちら過去1年では最安値とまではいきませんが、気になっていた方は購入検討するのもいいかもしれません。続いてはこちら、イーファンのワイヤレスイヤホン AirPro 4です。これ個人的にも愛用しているワイヤレスイヤホンなんですけど、これ価格の割にノイキャン性能が高いんですよね。周囲の環境に合わせてノイキャンレベルを自動調整してくれるので、いつでも自然に騒音をカットしてくれますし、音質自体も低音強めで万人受けしそうな音なんですよね。こちらですね、通常価格が 11,990 円がですね、 32% オフの8190円で購入可能です。こちら過去1年で見ても最安値と同等ですね。こちらは購入検討しておくのもいいんじゃないでしょうか。続いてはこちらですね、デロンギの全自動コーヒーマシンマグニフィカ S です。これ個人的に今回のセールで狙っているんですよね。このマグニフィカ S 何がすごいかっていうと、この価格帯ながら豆と水をセットしてボタンを押すだけで計量から豆引き、抽出、簡易洗浄まで全て全自動で行ってくれるんですよね。確かにネスカフェのバリスタとかも自動ではやってくれるんですけど、やっぱり豆を引くところからやってくれるっていうのが魅力的なんですよね。他にもそれぞれの好みに合わせてコーヒーの濃度、抽出量、抽出温度をダイヤル一つで調節できるので、豆の引き方と合わせてカスタマイズして理想のエスプレッソを追求することもできますし、プロ仕様のミルクフォースターも搭載されているので、お店のようなふわふわフォームミルクも作ることができるんですよね。こちら通常価格が69,800円がですね、 15% オフの59,300円で購入可能です。過去1年で見てみても最安値とまではいきませんが、かなりお安い価格なので購入検討してみてもいいかもしれません。続いてはこちら、スイッチボットのスマートロックプロです。こちらスマートホーム化の代名詞、スイッチボット製品の一つなんですけど、この製品を自宅の玄関ドアに設置するだけでですね、スマホやアップルウォッチ、ナンバーキーから指紋認証、IC カードなど様々な方法で自宅の鍵を開けちゃうことができるんですよね。まあこれ他にも鍵をしないで仕事に行ったとしても自動で鍵を閉めてくれるオートロック機能まで搭載されているんです。僕もこれに似たスマートロックを家に取り付けているんですけど、賃貸物件でも簡単に取り付けられますし、ほんと生活ガラッと変わるぐらい便利になるのでおすすめですよ。こちら通常価格が 17,980 円が 16% オフの 15,180 円で購入可能です。こちら過去1年ではもっと安い時期もあるので、まあ急いでなければ待った方がいいかもしれませんね。それと合わせてですね、こちらのスイッチボットハブ2というスマートリモコンもおすすめしたいと思います。まあ、こちらですね、いろいろな家電の赤外線リモコンを読み込ませることによってスマホからいろんな家電を操作できるようになっているんですよね。こちら赤外線リモコンを一元化するという部分も非常に魅力的なんですけど、このスイッチボットハブ2を導入することで、先ほど紹介したスマートロックプロなどのスイッチボット製品を遠隔操作することが可能になるんです。例えば自分の親が家に来た際にスマホで外出先から鍵を開けることもできますし、家に帰る10分前にエアコンを入れることもできるので、より本格的にスマートホーム化を進めていきたいって人には必須のアイテムなんですよね。こちら通常価格が9980円がですね、 17% オフの8280円で購入可能です。過去1年で見ると結構安い時期があるんで、これも待ってみてもいいかもしれませんが、結構価格全体的に上がってる感じしますね。こう最近の物価高の影響でしょうか。
続いてはこちら同じくスイッチボットのロボット掃除機 S10 です。このロボット掃除機実際にレビューしたんですけど、もう驚きの連続だったので皆さんにもおすすめしたいんですよね。こちらゴミの自動収集とモップの自動洗浄までやってくれる全自動ロボット掃除機になっています。そしてゴミ収集ステーションとは別に水交換ステーションってのもついていて、洗濯機とか食洗機とかと同じ原理で、まあ、家庭の排水管と下水管に接続してあげることで、まあ、全自動で綺麗な水を給水してモップを洗浄した後の汚い水は下水管へ排水してくれるようになっているんですよね。まあ、これによって人の手で水の給水や排水をしなくてよくなるので、日々のメンテナンスがかなり軽減されますし、常に綺麗なモップで床を清掃してくれるというメリットもあるんですよね。こちら通常価格が 119,820円なんですけど、 29% オフの 84,980円で購入可能です。こちら発売してから最安値の値段になるので強くお勧めしたいですね。続いてはこちらエコバックスのロボット掃除機 Dbot N20 Pro です。こちらも紹介したことがある製品なんですけど、ロボット掃除機本体のゴミを集めてくれるゴミ収集ステーションが搭載されているタイプになります。ただこれ何がすごいかっていうと、このゴミ収集ステーションにサイクロン掃除機みたいなやつがついていて、ロボット掃除機がステーションに到着するとゴミを全部自動で吸い上げてくれるんですよね。つまり毎月毎月交換必要になるダストバッグが全くもって不要になるので、めちゃくちゃ経済的なんです。エコバックスなだけあって、ロボット掃除機自体もめちゃくちゃ優秀で効率のいい経路で掃除してくれますし、拭き掃除にも対応してくれているところも嬉しいポイントなんですよね。こちら通常価格が 62,800円、 21% オフの 49,800円で購入可能です。こちら過去見ていても最安値で購入可能になっているので、こちらも強くお勧めしたいですね。続いてはこちらレグザの Z570L です。こちらはもうちょっと大きなサイズでコスパ高いテレビを探している人におすすめしたいモデルになります。こちらですね、2022年モデルになるんですけど、画質の方も十分綺麗で、倍速パネルっていうスポーツのカーレースなんかの激しめな映像を滑らかにしてくれる特殊なパネルも採用されている結構優秀なテレビなんですよね。また Android TV も内蔵していることから、 Amazon プライムビデオや Google TV、 U-NEXT なんかのネット動画も見れますし、 Google アシスタントも採用しているので声だけでテレビの操作をすることもできるので、個人的にも結構おすすめな一台となっています。こちら価格がですね、23万7000円から 43% オフの13万4000円まで大幅値引きされています。こちら過去を見ていても圧倒的に最安値ですね。こちらは結構買いなんじゃないかなって個人的には思いますよ。そしてテレビと合わせて購入してほしいのがこちら、外付けハードディスクです。こちら普通にパソコンにつなげても使えるんですけど、最近のテレビってテレビ本体に録画機能が搭載されているんですよね。ただテレビ自体にはアプリなんかを入れる最低限のメモリしかなくて、録画番組自体を保存する機能は備わっていないんです。こちらは 4TB のモデルになっているので、地デジなら約500時間も録画できるので、困ることはないかと思うので、録画したいよって方はぜひチェックしてみてください。こちら通常価格が 14,480 円、こちらがですね 12,615 円で購入可能になっています。続いてはこちら伊藤木のオフィスチェアサリダ YL9A です。こちらおすすめしたいっていうか、個人的に気になってる製品で、ちょっと今回買ってみようかなって思ってるんですけど、これどうなんですかね。あんま言っちゃいけないかもしれないんですけど、ハーマンミラーに似ている上にここまで安くなっているのでちょっと気になってます。実際に使用している方いたら、ぜひコメント欄で使用感教えてもらえると嬉しいです。こちらですね、通常価格が 39,900 円、 15% オフの 33,915 円で購入することができます。こちら過去を見ていても最安値と同等の値段で購入することができますね。続いてはこちらニポギのミニ PC です。これ実際にショート動画の方でレビューしている製品になるんですけど、結構使い勝手良かったんですよね。チップはインテルの N100 が搭載されていて、まあそこまで性能いいわけじゃないんですけど、パワポやエクセルなんかのビジネスソフトはもちろん、ブラージングもサクサク動いてくれるので、日常使いに特化したミニ PC だなって思いました。コンパクトで持ち運びにも便利なので、オフィス用途で安くミニ PC 探している方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。こちらですね、価格の方が 26,998 円がですね 34% オフの 17,848 円で購入可能になっています。過去1年で見てみても最安値ですね。こちら気になっている方は購入検討してみてもいいかもしれません。はい、続いてはこちらエルゴトロンのモニターアームです。モニターアームといったらエルゴトロンだと思うんですけど、今回はこちらも結構安くなっているんですよね。先ほど紹介した
ミニ PC やデスクトップパソコンを利用している人はモニターアームを利用することでデスクの有効スペースが増えますし、何より圧迫感がなくスッキリして見えるんですよね。正直メーカー問わずおすすめしたい製品ではあるんですけど、エルゴトロンであれば品質、耐久性とも、全ての人におすすめできるので、今回はこちらを紹介させてもらいました。こちら通常価格が 19,696 円、 10% オフの 17,680 円で購入可能です。こちら過去1年で見てみても最安値ですかね。続いてはこちら、ダイソンのヘアドライヤースーパーソニックシャインです。これも僕が愛用している製品の一つになるんですけど、とにかくですね、髪がまっすぐに乾きます。風速がすごいのはもちろんなんですけど、熱によるダメージを抑えるために髪の温度をリアルタイムで、計測して高温にならないように調節してくれるところもさすがダイソンって感じですよね。あとはですね、こちらツヤ出しツールと低温ツール、滑らかツールというツールがあるんですけど、こちら3つのアタッチメント付属してるんで、ここら辺もお買い得感あると思います。では参考価格が 48,799 円になるんですけど、今回 25% オフの 36,600 円で購入可能ですね。こちらはですね、過去見ていてもですね、最安値ですかね、 36,600 円、最安値と一緒ぐらいですね。結構これはおすすめできますよ。続いてはこちら、アイリスオーヤマのドラム式洗濯機 DKC85A1 です。あのアイリスオーヤマから出されているだけあって、ドラム式洗濯機の中では格安なんですけど、今回のセールでさらに安くなるのは驚きですよね。こちらの製品の特徴、なんといっても乾燥機能がついていることですね。僕もですね、これじゃないんですけど、ドラム式洗濯機を使用していて、洗濯から乾燥まで全自動でやってくれるのが本当に便利なんですよね。しかもドラム式洗濯機だと縦型洗濯機よりも少ない水の量で洗濯してくれるので、水道代の節約にもつながりますし、こちらの製品だと少ない水の量で頑固な汚れをムラなく落としてくれる温水洗浄にも対応しているので、洗浄力も申し分ないですよね。こちら通常価格が 139,981 円がですね、 14% オフの 119,990 円で購入可能です。過去1年で見てもですね、最安値ですね。こちら購入してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、続いてはこちら、タオル研究所のバスタオル4枚セットです。僕タオルにはめちゃめちゃ厳しくて、ニトリ、無印良品、タオル研究所全部使ってきてるんですけど、このタオル研究所のタオルが一番僕の肌には合っていましたね。ふわふわってところはもちろんなんですけど、吸水力が段違いに良くて、もう他のタオルには戻れないです。値段もそこまで高くないですし、カラーバリエーションも豊富なので、ぜひこのセール期間中に買って実際に使ってほしい製品になりますね。こちら通常価格がですね、3590円、 16% オフの3016円で購入可能です。過去1年を見てみても最安値とまではいきませんが、かなりお安い値段で購入することが可能ですね。はい、続いてはこちら、カゴメのトマトジュースです。僕トマトジュースを飲むと血液がサラサラになるって聞いてから、朝毎日トマトジュース飲むのが習慣になっているんですよね。こちらパックタイプの 200ml が30本入りでですね、2376円ですね。 19% オフですね。だいぶこちらもお安くなっていると思います。続いてはこちら、カゴメの野菜1日これ1本です。トマトジュースが苦手な人は野菜ジュースいかがでしょうか。こちらパックタイプの 200ml 入りが30本ですね。こちらも 20% オフの2307円とかなりお安くなっていますね。ちょっとでも健康に気を使ってみたいって人はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。さて今回は Amazon プライム感謝祭で僕がおすすめした商品を全部で30個パパッと紹介していきましたが、皆さんの気になる商品はありましたでしょうか。もし気になる商品ありましたら、このプライム感謝祭の間に購入しておくことをおすすめします。また同時開催されているポイントアップキャンペーンは自動でエントリーされることはないので、こちらの概要欄に貼ってあるリンクから必ずエントリーするようにしてくださいね。プライム感謝祭の期間中に気になった商品あったら、またまとめて動画にしてみたいと思うので、今のうちにチャンネル登録してお待ちください。また今回の動画参考になった、ためになったと感じてくださったのであれば、高評価も忘れずにお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのユッケでした。